今回紹介するのは、灰と幻想のグリムガルレベル11。あの時、それぞれの道で夢を見た。という本です。やらなきゃいけないことを、やる、やるんだ。今は歯を食いしばり、両足を踏ん張り、これらたちの襲撃に再び向き合う春広。彼は、使命で自分を奮い立たせ、 彼女の死という現実から目を背けようとしていた。そして、抱えきれない後悔と絶望を前にしたとき、謎の男ジェシーが囁く方法ならある。一つだけと、一方、フォルガンを脱退したランタは、世話役であった高杉の追跡から必死に逃げていた。千の峡谷で、いつ終わるとも知れぬ逃避行。体力と精神が限界に達しようとしたとき、 ランタの脳裏に虚来したものとは新たな運命が回り始める11巻話が進みません全巻から数時間しか進んでないんじゃないか独白というのかハルヒロとランタの心の声にページが裂かれていてストーリー自体はあまり進んでいませんハルヒロが悩んでもがいているのはいつも通りなのですが ランタにページを先きすぎかなと後書きに買いありましたが、時間はきっと明るく楽しい本が化した冒険物語になるのではないかと思いますがそうなので時間もまだ冒険物語するんだと思ってしまいましたが楽しみに待っています。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。